大商人様が倒幕業大事だって言ってること知ってますよね。そこはね、やっぱ動画のことで出てましたね。倒幕業はだったら、こうね、その公正力がね、倒幕に持っていけばいいじゃないかってことを、ね、言われてました。何言ってんのかね。大商人様が、いいかい、さっき言ったようにまず成仏が一番大事なんだよ、何はさておいても成仏っていう法門をしっかり学ばなきゃダメだよと。公正力なんて言ったって結局成仏できることを広めるんだから、ただ成仏できない方を広めたってダメなわけだな。ってことは倒幕用は生死にわたる成仏なんだ。死の成仏としてシンゴの葬儀に書いてさせてもらったらいいよ。そう、ね、そう見させてもらうよ。もうそれは結果やわ。申し訳ないけど私は親が死にました。二人ともね、あとこれだけ信じしてると40年ぐらい信じしてると注文関係の葬式は相当出てますよ、はいはい、だから見せてあげてください、機会があれば。すごいよ、その本当のね、あの眠るがごときにそうっていうのは本当です。ってことはそんなこと言ったらいつまでだったって聖者がつかないじゃん。いやいや、検証会は成仏のそうだ、いや僕も成仏のそうですよ。人間同士のやり取りじゃないんだから、要は大商人様が決めていくことだから、まあ逃げないね。大商人様が倒幕用についてこうしてるね、そんなのはね非常に大事であるとおっしゃってる。ところが浅井先生はこんなものは仏法の大事な本義からいらないんであるって言った。なんで言えるんです先生がそんなことを。在家の印刷屋の息子はどういう根拠で。御所にちゃんとあるのに。大聖人様も我ら主張を死するとき塔婆を立て開眼供養するは死の成仏にして草木成仏なり、大聖人様自ら倒幕供養されてたんだよ。それを浅井さんがなんで仏法上大切な問題じゃないからこれからやめるんだって、そんな断定したり決定したりできる権能はどこにあるんです。大聖人様が言ってるかもしれないけれども、浅井先生は検証会を連合覚悟で行く。